おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。私が時々ご相談を受けるのは、英語を勉強するにあたってモチベーションが上がっている時はいいんだけれども、下がってきた時になかなか英語が続けられない、やる気が起きないということを。で、そのご相談に関してなんですけれども、モチベーションっていうのは果たして上げる必要があるのでしょうか？もちろん下がったときは何もやる気が起きないっていうのはあるかもしれませんが、モチベーションを上げれば、無理やり上げれば、普通自然と下がります。ですから、そういったモチベーションの上がり下がりによって英語を勉強するのではなくて、必ずこのこと、これだけのこと、もしくはそのことをやれば、日数が経っている間に自然と出来上がっている。無理なく自然にその自分の達成する目標までいっているっていうシステム化する必要があります。今日は5ページ単語覚えよう。でも次の日仕事も忙しくて、昨日5ページやったので寝る時間も少なかった。そうしたらもう自然と次の日は下がってしまいます。眠いし疲れている。仕事もまた長いかもしれない。そうではなくて、自分がどういうふうに、自分の時間を使うのかっていうのをもう少し長期にプランニングして、週末は少し多めにやるけれども、平日は空き時間をうまく使って、無理なく自分が5年でもその量であったら毎日続けられるっていう量を見つけてください。あとは、例えばこんなに忙しい時、もう深夜まで仕事が及んでしまうっていう時にはどうするでしょうか？そういう時は、例えば1ページでも1つでも語彙を見たり、お仕事関連の英文記事を読んでみたり、仕事と関連してその仕事をやる中で英語を学ぶところがある、英語に触れるものを準備しておくなどと、少しずつ自分の中で無理ないように、しかし一定の量は確保できるっていうようにして、工夫することもできます。英語だから何かしら無理して学ばなければいけないというのではなくて、毎日の生活の中にある一定の量を自然と滑り込ませる。そうすることで、時間が経つにつれて自然と一定の量を確実に勉強している。そしてその勉強の仕方であったり目的に合ったものをやっているので、必ず自分の目標のところまで1年、2年、3年確実に上がっていける。そういうふうにして勉強のやり方であったり内容、目標をしっかり設定していただければと思います。間違ったことを、間違った方法で意味なく目標も掲げずに、ただ繰り返せばというだけではなくて、自分の行きたい方向にしっかり向かって、毎日一日一日を無駄にせずにしっかり取り組んでいただければと思います。それでは失礼いたします。